新国際ターミナルが今日オープンしたこの羽田空港、なんといっても都心から近いということはもちろんなんですが、時間を有効に使いたい人にも魅力がありそうです。こちらをご覧ください。はい、国際線のうち、まあ、欧米線の一部の出発時間なんですけれども、ニューヨークとロンドンを除いて夜中の出発となります。そうですね、これはもう深夜の0時台ということになりますからね。はい、はい、で一方帰りの便なんですが、こちらはこの下のパリとロンドン便を除いて現地の夕方または夜中に出発となる便なんですね。はい、ですのでちょっと先ほどのフリップに戻りますと、例えば仕事が終わった後にホノルルに、これは夜の10時半出発ですから、うん、仕事が終わった後ホノルルに飛びまして、で最大限現地に滞在をして、でこの夕方現地発の便で帰ってくるという旅行も可能になるんですね。効率がいいですよ ね、 すね、無駄なく時間を使えると。はい、これによって東京からの海外旅行が大きく変わると言われています。5000円です。最大規模の格安航空会社エアアジアの子会社エアアジア X が日本初就航、羽田クアラルンプール間で5000円という特別価格を打ち出しました。アロハ、ハワイ starts here。 一方もう一つの日本初就航はハワイ最大の航空会社ハワイアン航空。今回の日本市場参入に向け、現地ホノルルで異文化教育の専門家を招き、客室乗務員などを対象にした研修会を実施して備えます。 First, helping them understand the ancient key cultural traditions that include Shinto, Buddhism, Confucianism, feudalism, and rice culture。 日本人の上下関係とは、コミュニケーションの特徴、食文化など38課程のカリキュラムで日本人向けのサービスを徹底的に研究。日系航空会社と競合するホノルル線市場に乗り込みます。一方都心からのアクセスの良さに目をつけたのが、インターネットによるチケット販売大手エアプラスのイーナドットトラベル。これまで航空チケットは前日までの予約が一般的でしたが、羽田国際化を機に日本で初めて出発2時間前まで航空券の検索、予約、発券が可能にしました。でいつでもどこでも行きたい時に、行けると。計画の立て方とかっていうものが国内旅行ともう本当に変わらない、レベルで海外旅行が実現できるようになるのかなと。また空港に隣接する羽田エクセルホテル東急は、深夜早朝時間帯に出発到着する旅行客向けの夜間と午前中に時間貸しプランを提供。期待半分不安も若干ということで、人がどういうふうに流れるかっていうのも私たちも注意深く見守っていきたいというふうに考えておりまして、周辺ホテルでは早朝の空港送迎や夜中チェックインの割引料金など新たなサービスを次々と導入しており、羽田国際化に大きな期待を寄せています。本当にすごいなと思うのは、この出発2時間前まで航空券の予約や発券が可能になったということなんですが、はい、例えば夕方に焼肉が食べたいと思って、まあ、うまくいけば夜にはソウルで夕食に、ね、焼肉を食べられるかもしれない、はい、これ本当に旅行は気軽になりますよね。本当ね、私は三元旦が好きですから三元旦食べたいなと思います ね、 いいですね。そういったこともできるようになるということですよね。で、ね、私ね、東京の西部の人やね、神奈川の人って羽田から海岸に行けたらどんな便利かって今までずっと思ったでしょ。でそういう人たち念願叶ったんですね。一方でね、ビジネスの出張となるとね、深夜に飛んで行き帰り2泊節約っていうことになるケースも出てきちゃう。これは仕事がきつくなるんじゃないかなっていうね、気がかりな面もあります。まあ、選択肢は増えたけれども、ね、あとはまあ本人の選択次第ですよね。そうですね、はい。さてこの羽田空港の国際化は人の流れを変えるだけではなくて、物の流れにも大きな変化をもたらすと言われています。はい、先ほどのフリップに戻りますが、この国際線、国際旅客ターミナルに合わせまして、このお隣国際貨物ターミナルもオープンしました。旅客エリアの南側に位置する国際貨物ターミナル、敷地面積17万平方メートル、年間50万トンの航空貨物を扱い、
東京や全国各地に運ぶ物流拠点となります。あ、これはものすごく広いですね、これ。はい、およそ2万6000平米、あるんですが、柱が1本もない構造になってます。貨物ビルは24時間365日いつでも貨物の搬入搬出が可能。国内空港で初めて民間資本が公的事業を行う PFI 方式で運営されます。今まで国がやってたのとは違う味を出したいということです。民間としてやれること、あるいはやるべきこと、これをきっちりと進めて、いいターミナルに持っていきたいなと思っています。新貨物ターミナルの最大の特徴は、航空機の発着場に隣接する低温管理が可能な清泉棟です。到着後、常温にさらされず、すぐに温度管理が可能。ここはマイナス20度の冷凍庫でございます。食料品、冷凍の食料品が中心になります。冷凍の魚介類や食料品を一時的に保管する巨大冷凍庫も完備。消えます。風邪ひきます。冷凍庫はもう一つマイナス5度、そしてプラス5度の冷蔵庫もあり、夜中に到着した生鮮食料品が翌日未明の築地市場の競りには新鮮な状態で送り届けられます。物流にとっては今までにない時間帯、今まで止まっていた時間帯に物が動くと。これまで成田空港は深夜早朝は閉鎖されていたため、半日から1日放置されることもあり、また輸送時間も1時間以上かかることがありました。この新貨物ターミナルにより、東京の物流に大きな変化がもたらされることになりそうです。